冬から春、季節の変わり目の過ごし方、これで花粉症も予防できます。夫婦君、えらく寒そうですね。寒いの苦手なんで、こたつの中が一番。確かにまだまだ寒いですが、もう暦の上では春ですからね。立春ですね、もう春か。この季節の変わり目は体調を崩す人も多いので、この時期の養生法について今日は解説しましょうか。お願いします。立春を過ぎると暦の上では春、中国医学的な春の養生についてお話をしましょう。いきなりですけど、自然界の木々や植物って冬にじっとエネルギーを蓄えて春の新芽の芽吹きに備えますよね。人間の体もね、同じなんですよ。人間も植物と同じってどういうことですか？人も春に向けて冬の間に内臓にエネルギーをたくさん蓄えるんですよね。まさかこのお腹の肉ですか？まあそうですね、適切な量だけ蓄えるのは問題ないんですけど、蓄えすぎると脂肪になりますよね。肉。そしてこの間に老廃物も一緒に蓄えてるんですよ。なんと。適度に蓄えた栄養っていうのは芽吹きのこの時に新陳代謝をしてエネルギーとなって芽を出していくんですね。で、老廃物とか蓄えすぎたエネルギーは逆に不調として出てきてしまうことがありますね。どんな不調が出るんですか？いわゆる花粉症とか鼻炎などのアレルギー症状ですよね。あとは頭がぼーっとしたりとか倦怠感が出るとかっていう風邪みたいな感じの症状ですね。この時の症状っていうのは体に溜まったエネルギーが溢れてることで起きることがありますね。そうだったんですか。じゃあ不要なものはデトックスしないとダメですね。その通りです。なのでこの時期の養生は2つ。冬の間に蓄えすぎてしまった老廃物のデトックスと、蓄えた栄養を体の隅々まで届けることなんですね。ポイント2つ。まずはデトックスですよね。夫婦君のように栄養を蓄えすぎていると感じる人や、体が重たい人、むくみが気になる人っていうのは特に注意が必要ですね。全部当てはまる。デトックスにおすすめの方法教えてください。簡単なのは尿でデトックスです。汗はね、まだこの時期かきづらいんで、膀胱に血を集めて尿で排出するっていうのが一番いいかもしれないですね。その時、苦味のある飲み物、コーヒーとかいった黒豆茶、あとはタンポポコーヒーっていうのも一緒に飲むといいかもしれないですね。苦い飲み物でデトックス。そう。あとはね、ゆっくり体を動かして血液循環を良くすることっていうのも大切なんですよ。血流改善のこのポイントなんですけども、血液循環これ悪かったら老廃物が巡ってくれないですからね。ヨガ、ストレッチ、ウォーキング、お風呂とかですか？おお、いいですね。それでデトックスできて体が軽くなり始めたら、次に栄養を全身に巡らせること、これを意識していきましょうよ。栄養を巡らせるって言ってもどうしたらいいんですか？体の隅々まで流れていってくれるように体をね、ほぐすこと、これとても大切ですね。この時、筋トレとか激しい運動っていうのは逆効果で、準備運動するような感じのイメージですね。体を伸ばしてみたりとか、柔軟性を高めるようなイメージでやるのが一番いいですね。これもストレッチやヨガが良さそう。そうですね。お風呂やマッサージもいいですね。あとは食事ですね。春の旬のものっていうのがやっぱりおすすめですよね。新芽に山菜、菜の花、ブロッコリー、他には思いつかない。あんまりないですよね。ということは春はあまり食べなくてもいい季節なんですよね。そんな季節あるんですか？はい、エネルギーっていうのは食事から多く作られるので、たくさん食べるとせっかくデトックスしたのにまた栄養を蓄えることになっちゃいますよね。確かに。なので春の食材は苦味のあるデトックスを促進するものとか、葉っぱ系とか流す作用のあるものが多いんですが、正直ね、あまり栄養価高くないですね。なのでこういう時期は無理に食べなくてもいいんです。
なるほど。デトックス栄養を全身に巡らせること、今日から意識します。先生、今日も詳しくありがとうございました。はい、ではまとめです。春の養生は、冬に蓄えすぎてしまった栄養と老廃物をデトックスして、純粋な栄養分を体全身に運んでいくこと、これをくまなく巡らせることっていうのがポイントになりますよね。これができていたら、季節の変わり目に起きる花粉症とかアレルギー症状、風邪の症状みたいなものが予防できます。注意点は、薬などで症状を無理に抑えつけないこと。春の季節っていうのは、出てくる症状を抑えてしまってはダメなんですよね。エネルギーが出ていけなくなるので、余計に悪化しちゃいます。だから軽い運動とかストレッチやマッサージ、お風呂なんかもいいかもしれないですね。あとは食事なんかをうまく取り入れて、生活習慣を改善することで、楽しい春を満喫してみてください。ありがとうございました。元気になりそうです。みんなニコニコ注意学、笑顔の処方です。